パレオパラドキシアは約1300万年前に絶滅したタバハシラメの哺乳類。学名の由来は古代の不思議なもののい西日本から北米、メキシコまでの太平洋沿岸に生息していた。体長は1.5から2.0メートルほどで、現在のカバあるいは生打ちに似た姿であったと思われる。海浜でカバのように水辺を歩いたり、 水中に潜ったりする生活をしていたと考えられている。基本的に草食動物で深く潜ることはできなかったと推測される。タバハシラメの特徴である円柱を束ねたような形態の薄輪を持つが、後のデスモスチルスに比べるとエナメル質が薄い。また、その配置も異なっている。また、牙状に突出する摂氏も円筒状になっている。パレオパラドキシアの骨格。 日本では、福島県伊達市柳川町の広瀬川川床の柳川層で1984年8月21日に発見された柳川標本が有名。ほぼ完全な形で発見されたのは世界で4例目であり、頭骨まで正常な形で発掘されたのは柳川標本以外にはアメリカ合衆国北カリフォルニアの SLAC にあるのみ。 岐阜県土器市泉町産出のパレオパラドキシア、骨格標本、ネオタイプ。1984年、福島県では干ばつの被害があり、広瀬川も水量が極端に少なくなっていた。そのため、露出した川床で発見となったのである。当時の横浜国立大学、長谷川義和教授、福島大学、鈴木啓治教授らが研究に当たった。現在は、 福島県藍津若松市の福島県立博物館に収蔵されている。他に日本では岐阜県時市、埼玉県秩父市、埼玉県小賀野町、群馬県安中市、岡山県津山市でも化石が発掘されている。2016年3月に秩父地方の化石が小秩父湾堆積層及び海生哺乳類化石群として国の天然記念物に指定された。 小川の化石館などに展示されている。ありがとうございます。